天ヶ崎海岸線は、かつて、兵庫県天ヶ崎市ので屋敷から東浜までを、結んでいた阪神電気鉄道の鉄道路線。海岸線と故障している文献もある。また、東浜まで路線があった頃は、東浜線と故障していたこともあった。1929年4月に開業。天ヶ崎臨海工業地帯への足として運行。全線単線ながら、時期は、 複線分確保されていた車両は当初阪神本線の車両が入っていたが、3011型に始まる大型車の導入により1950年代後半に、それまで当線で使われていた、両運転台の701型が、他社に先駆け廃車の対象となったことから、国道線の71型が、パンタグラフ取付や、微糖の取り替えなど小規模改造の上投入され、 廃線まで走った。天ヶ崎海岸線のルートには2020年現在、阪神バスが西宮天ヶ崎線、天ヶ崎スポーツの森線、同天ヶ崎市内線の85番を運行しているが、いずれも高市までで本数も金賞となる。かつては旧東浜駅付近に天ヶ崎市営バスが運行されていた。 1961年、天ヶ崎海岸線付近路線は出屋敷駅より、旧カーブを経て建設中の国道43号を横断、画像中央の工業地域を南下しで屋敷線の西側を平行、臨港線との三車路手前で、当時の終点、甲島駅に至る。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに、作成天ヶ崎海岸線は、本来、 今津出屋敷線の一部として計画されたものである。阪急今津線の開業に刺激され、自社沿線防衛のため特許を出願し、受理されたものである。当時、阪神急行電鉄は、今津から南進して、浜手回りで、阪神山ヶ崎に向かい、そこから阪急塚口、阪急伊富を抜け、宝塚へ向かう計画を立て、特許を出願していた。 結局、阪神本線を境に、伊北は阪急、伊南は阪神に特許が降りて、阪神の防衛施策は一応成功した。引き続き阪神は、林口地区の工業地域化に伴う輸送手段として、天ヶ崎川から建設に着手。阪神の発電所が隣接する東浜までが前線、専用軌道で開業。これとは別に甲子園線の浜甲子園から、 中津浜までの区間が専用軌道で建設された。出屋敷からの路線は終点の東浜から、また一節では途中の高須から分かれ、全大浜、浜甲子園、中津浜を経て、今津に向かう予定であったが、結局蒸気以外の区間が建設されることはなかった。戦時中、鳴尾浜付近の路線予定地は軍部に接収され、飛行場となり、 甲子園線浜甲子園中津浜間も休止となるが、向川線が建設されたことに伴いこれと連絡することとなり、向川線の終点須さ引く前大浜間が新規に特許され、川口近くに橋脚が建設されたが、直ちに終戦を迎えたため、工事が中断された。戦後は、沿線の地盤沈下による浸水被害のため、高須、 東浜間0 7トルが運休となり、わずか一駅間だけの路線となる。その後も、東浜までの復活は見送られ、阪神側も、今津出屋敷線の計画そのものを見直すこととなったのか、1960年4月、今津中津浜間の特許を執行させ、高須、東浜間も、正式に廃止した。そして1962年12月、 第二阪神国道建設工事に際し、立体化してまで運行するほどの路線でないと判断。そのまま全線廃止された。廃止保障として、臨時駅として開設されていた阪神本線の天ヶ崎センタープール全駅を常設駅とする工事が行われた。なお、今津出屋敷線の未生残存区間は1970年11月に特許を執行。 甲子園線の一部として、戦前運行され、戦後運休中だった、中津浜から、浜甲子園間も1973年9月に、正式廃止。今津で屋敷線は、完全に未成線となった。なお、阪神系列の阪神バスが今津で屋敷線のやや、北側を通るように、阪神西宮今津浜甲子園から出屋敷、阪神天笠間でバスを運行していたが、 2019年3月23日をもって東半分の浜甲子園から出屋敷間は運行休止となった。出屋敷駅甲島駅、東浜駅。ありがとうございます。